ますか。メグです。今日はですね、マスクで、廃線跡道の12のその2ですね。西大寺鉄道というところ、前中の人がやってましたけど、今回は、私はメグが残りをご案内したいと思います。よろしくお願いします。今日歩くとこはですね、JR 東岡山から後楽園、西大寺鉄道の西大寺から後楽園走ってるんですけど、前半の半分、はい、中の人が並走してって道があったんですけど、今回全然道がないので、結構ぐるぐる迂回しながら行くところになると思います。この辺りはですね、道がなくなっちゃったんですね。なので、全然なんか当て水量みたいになっちゃうんですよ。まあ、マップは持ってきてますけどね。ここからちょっと工業町地帯ですね。よいしょっと。線路はですね、この工場のこっち側の方向だと思うんですけど、ちょっと迂回しないかんので違うところ歩いてます。意外と寒いですね。もうちょっと先ちょっと引き上がりになりますね。こっち左進行方向左に向かっていきましょう。工場の敷地の跡じゃないですかね。ここを斜めにずっと走ってたら前方左側行くと思いますね。本当はですね、今回も中の人が、歩く予定だったんですけども、メグに譲ってくれました。ただメグさん、ちょっと不安だな。こんなに長い距離歩いたことないんですね。僕はちょっと電車戻りましたよ。頑張りましたよ。ちょっとここで行けるかな、心配です。皆さん応援してね。はい、住宅街の中をですね、ジグザグに歩いていきます。新築のうちはみんなちょっと線路の上に立ってるかもしれませんね。こっち行ってみましょうか。っていうのは、これもしかして昔のここかな、線路跡だったかもしれませんね。これなんか斜めに立ってるのおかしいですよね。こっち行ってみましょうか。これもしかして線路跡かも。この建物斜めに立ってるんですよね。こんな感じですね。こっちか。抜けてみましょうか。進行方向の道行ってこっち降りたらいいですね。ちょっとね、これが線路跡かな。多分そうですね。ちょっとこっちからこちらから来ましたね。ずっと行くとこの中のですね、長い道が続いてますね。この線路跡ですね。じゃあ行きましょう。6時35分くらいですかね。ちゃんと時間を測るように中の人に言われてます。
大聖地跡通過しますね。6時45分ですね。この先にまた道がちょっとなくなっちゃうんですね。よし、こうなりました。ここまたなんか変な住宅があって、どっち行ったらいいかよく分からなくなっちゃうんですね。今こっち来ましたけど、この方向みたいですね。ということはこの後ろが線路になると思いますね。合ってるのかな、ちょっと自信ないですけど、地図で確認しましょう。道のようですね。どうも砂利道をずっと行くようです。今こちらから来ました。迂回しましょうか。こちらから行きましょう。この辺ちょっとどうなってるか分からないですね。通り抜ける、抜けるから多分右側から来てると思います。全部迂回しましたけど、多分こっちの方向からずっと行ってると思います。全然道がなくてもう迷っちゃいましたね。おそらく整形外科結界さんからこっち右手方向だと思いますね。はい、おそらく線路こっち来てると思いますね。おそらくこっちですね。これですね、ちょっとこっちからお返ししましょうか。あとはこの住宅街のここがですね、ずっとちょっと会話して歩いてます。おそらくこっちの方に向かってると思うんですけどね。この空き地みたいなところ、そうですね、ちょっとね、ちょっとそこになっちゃいました。左行きましょう。歩いまで来ちゃいましたね。ちょっとここから上がれるかと、上がれてみましょう。5番まで来てしまいました。結構迂回しまくって全然ちゃんと正規の道が歩けなかったですね。多分ね、向こうの方だと思うんですけど、あそこなんでマンションをずっと来てるのかもしれませんね。その辺から川を渡ったんだと思うんですけど、ちょっと水飲みましょう。多分その辺でしょうね。このマンション斜めですけど、この向こうからのさっきの空き地からつながってたと思いますね。7時20分です。ちょっとことかその辺から渡ったんだと思います。この辺を渡ったんですよね。こっち向かいます。はあ、汗でぐちゃぐちゃになってますね。来たと思いますね。ちょっと正確性に欠けるんですけど、ちょっと上から覗いてみましょうね。思います。辺からまっすぐ行ってたんじゃないかな。ちょっと行ってみましょうかね。よいしょ。難しいですね、こう線路が残ってたっていうのね。
先頭だったかもしれませんね。ちょうどこんな感じですし、向こうから来てますね。どれか正解かちょっとよくわからないです。この道はなんか昔の街道みたいですね。線路がちょっとこの少し横みたいです、ね、なのでこの向こうになるんですかね。こちら線路この川べりなのかな、走ったと思いますね。街道こっち側ですね。ここでこう並んで走ってたと思います。今日はすごく車が多いですね。だからちょっとあれですね、流し撮りです。多分ですね、このバスのなんか車庫みたいなここの辺りに駅があったりとかですね。ですかね。この辺からですね、ちょっと遠いですけど、遠いですよ。ここで右にカーブします。今7時55分ですね。はい、そしたら帰ったからカーブしてきました。この先の今車が行ったところ辺ですね。今こっちから来ました。こっち行きます。はい、後ろから行きました。なかなか車パークって通れたわけですね。今日のところぐるーっと回って今終点のですね、後楽園の方に向かってます。今日ちょっと車が多いですね。ここはなかなかちょっと撮影がしづらいですね。こんな感じです。ここずーっとまっすぐ行ってちょっと左に曲がったところが終点ですね。いやー長いですね。さすがにメイクがこんなに長いのかやったことないです、ね、結構大変です。多分そのまっすぐ持っていくんでしょうけど、線路はですね、道がちょっとなくなってるんで、ちょっとこう次へ向かいをしていきます。こっち方向ですかね。後楽園ですね。ホテルになるところがいいかなと思うかと思いますね。はい、配線跡のパート12ですかね、のその2、最大鉄道をお送りしました、お相手はですね、初めて配線跡やりました、メーグです。じゃあどうもどうもありがとうございました。ホテル見えましたね。じゃあもう少しちょっとあと流し撮りしたいと思います。ちょっと後楽園寄れたら行きます。はい、駅は多分この辺だと思いますね。岡山プラザホテル。すごく美味しい。体が柔らかいので麺も柔らかいんですよ。